皆さんこんにちは、青木美佐子です。ディズニーシーとランドに行ってきたので、そちらの Vlog をご紹介していきます。私は年パスを持っているので、ゆるーくディズニーに行くことが多いです。クリスマス時期なので、こんな感じでクリスマスっぽいお洋服を着ています。店内もね、園内もすごく可愛いです。マフラーは今年買ったものです。クリスマス感がめっちゃいい感じでした。赤と白のクリスマスコーデで、お洋服はプリティさんを着ています。お散歩をするだけでもディズニーは楽しいので、めちゃくちゃ好きです。今回は白っぽくしてるんですけど、靴とかバッグとか、あと小物系は赤にまとめてクリスマスっぽいコーディネートにしてみました。カナレットでランチを食べました。スペシャルセットを私は食べました。今回はテラス席に座りました。めちゃくちゃ眺めが良かったです。少しだけ寒かったんですけど、とっても美味しかったです。こちらがクリスマスのスペシャルセットの前菜です。前菜を食べます。鴨のお肉とか野菜中心のメニューで、どれも美味しかったのと、あとツリーっぽくなってたのもあって、本当にクリスマスっぽいので、見た目もとっても美味しいというか可愛かったです。野菜は私大好きなので、前菜は結構野菜をよく食べるようにしています。お肉も柔らかくて美味しかったです。お友達はピザを食べてました。ミッキーのチーズがついてて、ハチミツをつけて食べるピザだそうです。メインはパスタを頼みました。私はトマトのパスタを食べてます。ちょっともぐもぐタイムで、しかもお皿が映ってないので、何食べてんだろうって感じなんですけど、こんな感じのペンネのトマトソース味で、野菜がね、上にいっぱい乗っているパスタを食べてます。デザートがこんな感じで、クリスマスっぽいデザートで美味しかったです。アイスクリームと友達とちょっと半分こして食べました。めちゃくちゃ可愛いスイーツで美味しかったです。また食べ物なんですけど、ドーナツとアップルシナモンのドリンクを飲みました。こちらホットのドリンクになってて、クリスマスメニューになってます。ドーナツの中にカスタードクリームが入ってました。ちょっとチョコレートつきながら食べてるんですけど、美味しかったです。アップルシナモンドリンクは中にリンゴが入ってて、
とっても温まるし、甘すぎなかったのでドーナツとも相性良かったです。カップがめちゃくちゃ可愛かったです。そしてお散歩をしています。この後ショーを見たりとか乗り物乗ったりもしていました。ちょっと暗くなってきて、イルミネーションというかライトアップされた園内もすごく可愛かったです。クリスマスを満喫しています。リゾラに乗りましてですね、今度はディズニーシーからディズニーランドに移動してきました。これは年パの特権というか、結構ランドとシー行き来することがあります。ランドのね、大きなツリーが本当に迫力があって綺麗で大好きです。ディナーはコーヒーハウスをで食べました。大好きな場所です。サラダとシーフードドリアを食べました。いつもカレーを食べるんですけど、今回は初めてシーフードドリアを食べました。エビがたくさん入っててとっても美味しかったです。こちらのドリンク、めちゃくちゃ美味しいコーヒーゼリーのミッキーとミニーだったので、これいろいろあってドナルドのパターンの時もあるんですけど、今回はミッキーとミニーでした。結構映えるので写真撮ってる方多いと思います。めちゃくちゃ可愛いし美味しいドリンクです。花火最後に見たんですけど、とってもとっても綺麗でした。こんな感じでいつもゆるく友達とディズニーに行っています。こんな感じの Vlog でした。ありがとうございました。